演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちら完全ブランチパワーっていいのという、あ、じゃあ書いてあった、バランスパワーというシリアルというパワー3種類を食べたいと思います。多分プロテインバーですね。これでした。これが多分シンプルな全粒粉、こちらがちょっと甘めかほろ苦めか分かりませんがキャラメルブラウン、そしてこれが果実たっぷりという。ではまずこちらの全粒粉から食べていきたいと思います。中身は全粒粉じゃない、全粒粉って書いてあるけどなんか色々入ってます。ではこん断面はこんな感じです。ではいただきます。このカリカリがいいですね。これまでの健康食品には食べたことのない食感です。はい、次はこちらキャラメルブラウニー。なんか、ね、2段の層になってますね。これはさっきとはちょっと違った印象だな。ではいただきます。キャラメルは苦めで大人の味ですね。だけどこの食感はありきたりですね。はい、ラスト、じゃあ果実たっぷり、本当にそんなにたっぷり入ってるのかな、見た感じそうは見えないんですけど、ではいただきます。ドライフルーツの甘酸っぱさはいいですね。だけどやっぱりありきたりとなると、最初に食べたこちらの全粒粉は外側がカリッとしていてパクパクしたサクサクとしたクッキーらしい食感でしたね。まあクッキー、これはクッキーなのかどうかというとちょっと不思議な部分もあるんです。で、残り2つはブラウニーの名前の通りしっとり系でちょっとしっとした感じでこんな感じで広がっていった感じにしましたね。キャラメルブラウニー、キャラメルは香ばしく苦味のあるタイプで、こちらは酸味のあるピーターフルーツその中に広がってきました。で、それらを踏まえた意味で見ますと、こちらはサクサクとしていたチョコバ、この全粒粉はサクサクとしていた食感とチョコレートチップが入ってるので甘いのがあるのが意外とそうでもなくて、香ばしさや苦味が出ていました。なので甘いのが苦手な方でも食べやすいと思います。で、甘さを求めるならこっちの果実たっぷりの方がいいかな。甘ドライフルーツの甘酸っぱさが口の中にふわっと広がってきました。で、キャラメルブラウン、先ほどのように香ばしさ、キャラメルの味が出てきて、全粒粉とはまた違った苦味が感じられたので、キャラメルが好きな方にはおすすめです。で、この3つの中では、ちなみに全粒粉は一番好みでしたね。なんか一番最初に食べたのが好みになるって珍しい気もしますが、これはサクサクはサクッとした食感が、と、カリカリ生地が自分好みでした。そしてチョコチップが入ってちょっと変化も味わえたのが良かったですね。というわけで、こちらを代表として、はい、また出しとくな。こちらの点数とさせていただきます。それ雪だるま、ブラックホールや消えるブラックホールの雪だるま、確かに消すという単語に共通項はありますが、黒と白って真逆のような。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、ね